戦い、そう、戦いはいつの世も変わることはない。大航海時代、冒険心を胸に大海原へと乗り出した人類は、やがて海の覇権を競い相争うようになった。だが真の敵は世界の外側より訪れる。セイレーン、人類をはるかに超える技術を持ったこの敵は、瞬く間に世界中の制海権を奪い、海に人類の居場所はなくなった。この未曾有の危機に人類は、陣営を超えた大連合アズールレーンを結成。セイレーンの脅威に対して果敢に立ち向かった。その創立に深く関わったのは四大陣営、ユニオン、ロイヤル、鉄血、そして獣王。死闘の末、ついにアズールレーンはセイレーンの大攻勢を退けたのだ。そして時は流れ、いよいよ出発ですね。大きな戦いになるかも。気をつけてね。我々が歴史より学ぶことはただ一つ。戦いはいつの世も変わることはない。それでも前に進むの、振り返らずに。誰もが奪われることを恐れて、先に奪うことをやめないから、冷酷な世界中をするために、心を止めて感覚を消そうとしてる。夜の海に光る光、まるで声なき叫びのよう、に暖かさを探して今この基地にはユニオン、ロイヤル双方の戦力が集結しているからな。これからもっと忙しくなるぞ。うちからもすごい人が配属されるんだよ。最も多くのバトルスターを手にしたユニオン最強の戦士、ブレイゴーストか。我々ロイヤルからも主力が次々と到着する予定だ。この基地は今後における重要な拠点となるだろう。待たせちゃまずいよ。急ごう。早く早く。そうせかすな。イラストリアス。ん
王子様自らお出迎えなんて光栄ですわ。よせからかうな。久しぶりだな、イラストリアス。ごきげんよう、プリンスオブウェールズ。そちらの方は？ユニオン所属のクリーブランドです。長旅お疲れ様でした。お？この子はユニコーン。ごめんなさい、恥ずかしがり屋さんなの。気を悪くしないでくださいね。よろしく。フットたちも後から合流するらしいですわ。鉄血への対処も必要だろう。そちらはいいのか？小康状態といったところでしょうか。それよりも今はやはり獣王か。獣王が動くのならこの基地は最前線の一つとなる。戦力の増強は当然だな。無駄な争いを通して戦いはいつの世も変わらないということだ。だからこそ私たちは生まれてきたのだ。同じロイヤルの人ですよね。どうかしました？ユニコーン、ユウちゃんとはぐれちゃったの。ユウちゃん？ユニコーンのお友達、どうしよう。あ、わかりました。ジャベリンと一緒にユウちゃんを探しましょう。ぽかぽか。すみません。ゆうちゃん知りませんか？お友達とはぐれちゃったみたいなんですよ。何か知りませんか？上手。見覚えありません？おねむ。お休みのところごめんなさい。次どんどん行きましょう。困ってる。え？ラフィーも手伝う。変な生き物です。姉ちゃん、ゆうちゃん見つけた、よかった。ゆうちゃんありがとう。いえ、お礼言われるようなこと何もしてないです。うわー、こんなすごい場所があったんですね。風気持ちいい。うとうと。こんな穴場を知ってるなんて、あなたなかなかやりますね。どうも。あ、私ジャベリンです。ダフィー。ユニコーン。お友達を見つけてくれてありがとうございます。お名前聞いてもいい？びっくりした。あれ？はい、こちら綾波。作戦中だぞ。コードネームを使え。あ、ごめんなさい。こちらユズ。基地の構造は大体把握したです。よし、こちらもそろそろ仕掛ける。状況を見て合流しろ。了解。いつでも行けるぞ、大鳥。カンナ、戦いの本質は何だと思う？
あの赤木姉様、コードネームを。戦いとは傷つけること、戦いとは傷つくこと、戦いとは痛みを交換することよ。痛みを通じて互いの思いに触れ合うの、すなわち愛に他ならないわ。加賀には姉様の言うことがよくわかりません。私はただ打ち滅ぼすだけ。釣れない子ね。さあ戦争を始めましょう。セイレーンだと？迎撃急げ。これは演習ではないぞ。はい。こんな時にセイレーンとはタイミングが悪すぎる。偶然か、それともまさか。会場の騎士クリーブランド出る。やがて理念の違いにより四大陣営は二つの勢力に分かれる。一つはお前たち、あくまで人類の力だけでセイレーンと戦うユニオンとロイヤル。そしてもう一つ、その紋章は。セイレーンを倒すためならセイレーンの技術をも利用する。鉄血と私たち獣王。獣王一光線赤城。獣王一光線加賀。押してまいる。あの娘、クーボか。あんな痩せた体では食い出がないが、獲物は獲物。狂うてやるぞ。
継続可能。あなたは中央吹雪型駆逐艦改良型綾波。鬼神の力味わうがいい。どうしてこんな敵同士だから当然なのです。どうした？これではあまりにも張り合いがないぞ。楽しそうね、カンガ。の空母ね、もしかしてあいつが。間違いない、あの船こそ私たちユニオンの最強空母。灰色の亡霊、大いなる意。そうか、貴様が。エンタープライズエンゲージ。行くぞ。私を楽しませろ、亡霊よ。待ちなさい、カガ。貴様、取ったぞ。私の体に傷を。この体は姉様の。そこまでよ、カガ。姉様、カガはまだ戦えます。分かっているわ。でもそろそろ潮時よ。お姉ちゃん、遅いよ。まったく。目的も概ね果たしたわ。上々の戦果よ。はい、
姉様がそう言うのでしたら。逃がすと思うか。あら怖い怖い、そんな目で睨まれたら私どうにかなってしまいそう。先輩方、そろそろ時間です。おいとましましょ。待て。これは宣戦布告よ、アズールレイ。これより獣王は鉄血とともにお前たちの欺瞞を打ち砕く。未来とは強者に委ねられるもの。天命はこの力で太陽を制する我々にある。我らは赤き血の同盟、レッドアクシズなり。逃げられたか。それにしても彼女に助けられたな。あの人がユニオン最強の戦士、エンタープライズ。でもなんて痛々しい。戦いの次にまた戦い。見つめ合う